はい、お待たせしました。ちょっとお待ちください。よいしょ。これがプロストック予選最終ヒートですね。出走順います。加藤選手、牧田選手、斉藤選手、有森選手、村田選手、榎本くんの順です。マーシャル OK ですね。それでは行きます。スタートします。加藤選手、牧田選手、斉藤選手、有森選手、村田選手、榎本選手。さあ、最後尾スタートの榎本選手が今総合8番手につけている選手です。さあ、まずは加藤選手がトップタイム、2番手が斉藤志郎、3番手が有森選手という表示です。先頭スタートの加藤選手がレース序盤レース引っ張ってます。早くも榎本の後ろまで来てます。はい、ありがとう。2番手が有森選手か、ちょっと見てみましょう。レース4周目に入っていくところです。斉藤選手が2番手、3番手は牧田、1000分の19秒、4番手が有森、1000分の15秒、5番手が榎本、1.7秒、最後尾村田昌司、0秒1です。50秒になるところ。さあ、ここでベストは斉藤志郎8秒89、榎本9秒49、有森9秒03、加藤、斉藤、有森、これトップ3です。有森は斉藤志郎まで0秒1、牧田がベスト89秒063、牧田4番手、斉藤志郎まで1000分の95。さあ、有森選手が2番手上がってきたかな、見てみましょう。あ、斉藤志郎が止まってます。計測ラインと気をつけて、計測ライン気をつけて、はい、クリアです。斉藤さんの今一周取ってなかったよね。そうだよね。だからこれでプラス1周します。最後尾です、斉藤選手。最後尾でレース復帰。牧田選手が投手のベスト8秒86をマーク。2番手かな、再び有森を前に出たようです。加藤、牧田、有森が現在のトップ3です。4番手榎本、5番手村田、最後尾斉藤志郎です。さあ、ミスした斉藤選手以外は、自己ベストペースです。順位を上げてくる可能性があります。榎本ベスト9秒20、村田昌司9秒14です。村田昌司は榎本を追っている0秒1、榎本は有森を追っています3秒6ぐらい。有森ベスト8秒976、3番手のマシン牧田を追っています0秒5。トップは加藤選手です。もう4秒近い差を牧田選手2番手につけています。ホワイトのカラーリング、有森選手の後ろから来ます。トップ加藤選手は再び自分の TQ タイム塗り替える勢いです。2分30秒経過しました。さあ、後方では村田昌司がポジションアップ、4番手浮上、5番手が榎本選手、0秒いくつの差、0秒6の差です。最後尾に斉藤志郎選手がいます。斉藤志郎は榎本、スカイブルーを追っています。2秒6ぐらいかな。榎本は ね、前に走ってる斉藤選手、あれに今追われてます。3分になるところ、ん、加藤選手にミスがありました。牧田が差を詰めてます。 1.9秒、そして、有森が3番手、4番手が有森を追う村田選手3秒5、5番手が榎本 1.3秒、そして斉藤志郎が榎本まで1秒というところまで来ました。依然として斉藤以外は自己ベストペース。3分20秒経過、斉藤選手再びミス、それをこう村田昌司と牧田が抜けていきました。さあ、斉藤さん、後ろから来るのが5番手です。あなた6番手です。3分40秒になるところ。さあ、榎本は村田まで大きく離されていません。0秒76です。0秒76。自己ベストペース。そして有森が牧田にアタックしてきます。1000分の42。牧田も自己ベストペースです。有森も自己ベストペースです。村田、榎本も自己ベストがかかっています。折り返しです。折り返し。オレンジのカラーリング、加藤選手がトップです。クリアラップが取れているかな。さあ、ホワイトのカラーリングですね。俺間違えてた。加藤選手はホワイトです。オレンジが有森選手ですね。ちょっとワンミスあったのか、後続車との接触があったが、3番手では帰れてます。有森選手、村田が間を詰めた形です。3番手の選手0秒79、
有森さんまだ自己ベストペースだからね。4分45秒経過。さあ村田昌司、有森選手はねまた普通に走り出すと村田との差を広げていきます。 1.5 秒。榎本も自己ベストペースだが村田昌司との差が若干開いたかな。その差が3秒44です。4番手争い榎本、5分10秒になるところです。さあ依然としてミスがありました。斉藤志郎選手以外は自己ベストペースです。自己ベストペース5分30秒が近づいてきます。ホワイトのカラーリング、加藤選手、前人未到のこのクラスコースレコード54周ペースと予想されています。38周目に入ってきました。早めに行っておきます。斉藤さんの後ろから来ます。はい、ありがとうございます。斉藤選手はマシン止めたか。止めました。これでコース上5台の戦いになっています。最終ヒート5分50秒経過。村田昌司、有森で3秒、榎本は村田まで同じく3秒。さあ牧田選手は先ほどの、ね、棚橋選手のタイム抜いてくると予想されています。総合2番手ペース傾向イエローのカラーリング、牧田選手ヒートの2番手です。ただ本当に僅差ですね。ゴール時点で1秒マージンがない、そんなペースです。ああちょっとタイミングが上がった。6分30秒経過。さあ一旦牧田、棚橋の後ろになると予想です。52周0秒表示、53周入れちゃえばそこに棚橋を入れます。6分50秒経過。ペースを上げてきた牧田。残り時間1分。ホワイト加藤選手が48周目に入ってきました。54周ペースです。さあ牧田まもなく53周ペース入れてくるが、まあ棚橋さんとの総合2番手争い、まだ届かないという予想。残り40秒です。0秒0まで来ているが残りが30秒。残り30秒。さあ53周ペースに乗っけてきたがまだ届かないという予想。現在50周目なんで残り3です。牧田残り15秒。確実に詰めてきてるが大時計残り10秒です。一方トップ加藤選手が52から53に入っていきました。0秒予想です。加藤さんもう一度あるかギリのとこ、3周0秒予想。ここで8分です。加藤選手ゴール、53周0秒0。牧田ゴール、村田ゴール、有森ゴール、あと榎本、榎本ゴール。はい、前者ゴール、加藤選手が自身の TQ 塗り替えました。トップゴールです。牧田選手届かず3番手、総合3番手、有森選手が総合4番手、村田昌司が5番手、6番手斉藤志郎、7番手林選手、8番手が榎本選手。これがトップ8でした。はい、以上で予選の2回目終了です。組み替えが発表は後練習走行 OK です。予定通り2時40分、2時40分予選最後3回目スタートします。